おい、貴様。貴様、これから帰りなのか？そうか。何か予定があるのか？では暇か？メイの役に立つ気はないか？そうか。では早速行くのだ。電脳部の手伝いをするのだ。新作ソフトのマスターアップで大忙しなのだ。知ってるのだ。貴様はメイのしもべらしく、いろいろこまごまとした手伝いをするがいいのだ。雑用全般なのだ。嫌なのか？では行くのだ。うむ、みんなやっておるな。まず貴様は、そうだな、空いた段ボール箱を片付けるのだ。それから よし、今日はこの辺にしておくのだ。ご苦労であったのだ。一応褒めてやるのだ。技術や能力に欠けるものは体力で稼ぐ。これが基本なのだ。いい社会勉強になったであろう。そんなもんなのだ。貴様、何か不服なのか？いいのだ。ところで貴様、これから何か用事はあるのか？今日の頑張りに免じて屋敷に連れて行ってやるのだ。メイの練習に付き合うのだ。どうしたのだ？浮かない顔して見えるが。どうするのだ。うむ、その返事でいいのだ。では早速行くのだ。したのか？そうか。これはメイの通学専用、学校の格を考えて最も庶民的な車なのだが。
ふむ、こんな曲がりくねった細い道など通れない車ばっかりなのだ。まあ、車など所詮足代わりの道具に過ぎないのだ。通学だけならこの程度で十分なのだ。どうしたのだ貴様、何か言いたいことがありそうだな。言ってみるがいいのだ。まあそうであろうな、よく分かっておるではないか。メイ様、今お帰りですか？おう、バーヤ、ただいまなのだ。本当にお邪魔ですね。メイ様、何を取り乱しております。貴婦人たるもの、些細なことで動転してはなりませぬ。気をつけるのだ。だが、バーヤ。ご安心ください、ただの嫌味でございます。そちらの方は確か、そうでしたっけ。失礼、平凡な名前は覚えられないもので。まあそちらのお名前などどうでもよいのですが。バーヤ、こいつはメイが呼んだのだ。これでも一応客なのだ。だからメイ様は部屋で着替えてきてください。私はこちらとお話がありますゆえ。話？話とは何なのだ？昨日も申し上げたはずです、次回は所定の手続きが必要と。お忘れですか？それは、でもこいつは。貴様、それでは。こちらは物分かりが良いようです。さあメイ様、お部屋へ。分かったのだ、すぐ戻るのだ。それまで無事だと良いが。さて、伊集院家当主、つまりメイ様のお父様は何代目？ブー。それでは次。昨日付、伊集院財閥傘下の企業総数は？昨年度、
移住員グループの総売上および経常利益は？それでは出題のレベルを下げましょう。メイ様の好きな食べ物は？答えは？正解。次。メイ様の誕生日は？正解。安心するのはまだ早い。最後の質問。メイ様のご兄弟は？正解。それでは結果の発表です。合格です。あなたはメイ様のご学友として認められました。ただし、この問題は幼稚園のご学友選定問題、実際は話にならないレベル。不服なのですか？これでも特例中の特例、大天の裁定ですが。よろしい。くれぐれも身の程をわきまえ、メイ様に粗相なきよう。何でしょう。おまけ？おまけとは？それは作之進に聞いたところ、メイ様はあなたに特別。何でもありません。移住院家の寛容の精神の賜物と心するように。それにしてもレイ様といい、メイ様といい、よりによってこんな物珍しさとはいえ、よりによって。独り言です。もうメイ様がお待ちです。ゲームの間に。何ですか？私は何も礼を言われるようなことは。ちょっとお待ちなさい。
メイ様をよろしく。それだけです。失礼。どうだった？それは良かったのだ。で、どのレベルの学友なのだ？幼稚園。まあ、貴様にしては上出来なのだ。とにかく一応許しが出たのだ。部屋へ急ぐのだ。では早速特訓開始なのだ。今日でまただいぶスコアが上がったのだ。山猿に打ち勝つ日も近いのだ。それは当たり前なのだ。たとえどんな些細なことでも人類が猿に負けるわけにはいかないのだ。どんなことでもなんだ。まあそんなことはどうでもよい。今日はもう遅い。帰るがいいのだ。幼稚園レベルとはいえ学友なのだ。作之進が送っていくのだ。とにかくメイはここでなのだ。また明日学校で会うのだ。さらばなのだ。